こんにちは、セラです。くみです。今日はココミニテレパシーチャレンジ、イエーイ。まずココミが買ってきて好きなものを選んで、私がココミが買ったのを当てるっていう感じです。はい、自信のほどはない。まあココミちゃんもね、みんなが買いそうなものをね、買わなきゃいけないっていうね。そうだ ね。チャレンジ成功なるのでしょうか。1000円分のお買い物になります。はい、お買い物にレッツゴー。レッツゴー。わからんよ。あー、そうだね。ココミちゃん、石の目から。はい、見せます。ココミちゃんの石の目は、せーの、じゃんじゃん。買いましたか、せーちゃん。ありますか、どうですか、答え合わせです。これは一番最初に手に取ったやつ。せーの。え、買ってないの。おすごい、イエーイ。さすが、ココミちゃんのことよく分かってらっしゃいますね。スーパー行ったら毎回買う。買うね。うん、一品目、大正解。イエイイエイ。この調子で当たるといいですね。はい。二品目です。ココミちゃん何買ったの？全部で五品。五品買った？あと五品。多いな。はい、ココミちゃん何買ったの？せーの、じゃん。お、これは何ですか。桃のゼリー。 大満足、白桃。白桃。白桃。はい、桃のゼリー、せーちゃん買ったんでしょうか。ありますか。せーの。さすがにないよね。さすがにないよね。せーの。じゃん。すごい。しかもね、これね、最初手に取ってやっぱりやめたって言ってやめて、最後の最後にこれ選んでたから、うん、すごい選ぶと思った。素晴らしい、うん、あ、次は多分かぶってないと思う。いや、かぶった方がいいんだよ。かぶってほしいわけ。3品目です。せーの、じゃん。ポテチキのプレーン味です。ポテチキのプレー味。さすがにね。なんかせーちゃんの顔が。はい、せーの。はい、はい、せーの。すごい、すごい。なんで？パーフェクトじゃ、今のところ。あ、多分次はかぶってない。必ずかぶってない。パーフェクト。さすが、妹のことをよく分かってらっしゃいわ。次は絶対かぶってません。せーの。絶対かぶってない顔してる。これね、私が好きなやつ。睡眠の質を高める。大人。ココミちゃんさ、睡眠の質高めるって言ってもさ、もうぐすかぐすか寝てるよ。10秒後には寝てる。寝てるよね。だって話しとって10秒後寝とったもん。揺らしても。これが大事。これが大事。スッキリとした目覚め。これは必ず買ってないと思う。自信はある。はい、せいやちゃん、こちらのチョコを買ったのでしょうか。必ず買ってない。全部言ってない。せーの。
これない、ないないね、ないね。そんなよ、せーのないです。これは買ってないです。おしぼりね、おしぼり一緒ですね。4つ目、ならず。ならず、すごく、うん、すごいよ。こんだけ揃うだけでもすごいよね。5つ目です。あと200円だったから、うん、これを買ったの。こんなん絶対買わないよってママ言ったんだよ。せーの、じゃん。え、どこに売ってたの、どこに売ってたの。あ、買ってないね。買ってないね、これは買ってない。サラサラ輝く紙。はい、ココミちゃん買ったのはこちらです。ということで、ココミちゃん買ったのはこちらの5品でした。はい、え、なんかガサガサ、うん、あ、まだあるの、ココミちゃん。それは必ず必ず。じゃん。を買いました。はい、おおおおおおせーちゃん、あと何買ったの。いや、それはね、桃だから割れなくついてくるから。じゃあ、残りの3つは何買ったの。ずっと行こうと思って。このコーナー見てもないよね。見てもない、このコーナーばっか見てた。このコーナーね、せいちゃん最初に選んでた。私シュークリーム買うかなと思った。シュークリーム迷った。シュークリームとこのままで迷ったね。パックパンもね、見てたんだよね。パンはどうって言って、パンなんか買わんでしょうって言って、買った。ほら、やっぱりこれ目についた。これマジで目についた。選ばなかったね、でも。ココミは絶対コンソメパンチだった。スプーンが被ったとこに嬉しかった。いや、スプーンはさ、いやいや、それは必ずもらえるけどね。でもゼリーか、あとおしぼりが被ったことある。いやいや、それもね、ポテチキ買ったから。はい、ということで、はい、今回はテレパシーチャレンジをしてみました。はい、はい、まさかこれが被ると思った。いや、それは買うと思ったよ、ママ。これは絶対買うと思った。買って、でも、これに行ってました。ちょっと感動して涙が出てる。あ、本当に涙出してる。嬉しすぎて、はい、ココミのことをよくわかってるわって。うん、感動して涙が目に素晴らしい。それは素晴らしい。今日のところはこの辺で、この動画が良かったら高評価とチャンネル登録もよろしくね。 Twitter、Instagram、TikTok のフォローもよろしくね。 LINE 公式アカウントの友達追加してね。